はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ濡れガラスの巫女、いよいよ週の雫、黄泉の花嫁、ユーリレン、ミュウ、全員動かした気がする。で、最後の場所へ向かい、すべてを払いましょう。闇に深く関わってしまった3人、それぞれの思いを胸に山へ向かう。それぞれの思いを飲み込むかのように山は深い霧がかかる。このまま、あれこれさ、みんなどうなってんだ、フィルム。まあいいや。週の雫、黄泉の花嫁、説明が出ない。それでは、あ、出た出た。最悪マガツキのマガツキが終わり、目覚めるユーリたち。山に深く関わってしまった3人、それぞれ思いを抱えたまま山へ誘われていく。帳を下ろします。マガツキは多分帳が降りてたんだよ。だから周りの人たちは気づかなかった。それだけ。上に黒沢って書いてあるね。喫茶黒沢か。来ないで。私には関係ない。払えないところが辛いよね。遮影機がないと、ジュグがないと払えない。呪術師としてはちょっとまだ低級かな。扉の前でこんな人間やってるやつがいたらみんな素通りしてるけどさなんだこいつって思うよね。私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景、唐突に訪れる死の、いつも死がそばにあった。だから私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。ここに立つだけでも超怖そうなんだけど。踏み出すかどうか迷い続けている。開きます。生まれた。めっちゃ霧が出てんね。扉が開いた。なんだっけ、みなかみの宮か。扉の奥で私を呼んだ。いや、行くのはいいですけど、遮影機はどれだ。取る、今一瞬取るが出たよな。ちょっと待って。私の日記、病院の先生に言われてから書くようになった。思ったこと、夢見たこと、聞こえたこと、見える文字にして後で落ち着かせるようにの、信じてはもらえなかった。巫女の夢を見た。巫女になった夢、目隠しを取って死者を見取った後、再び目を隠した巫女は泣いている。泣きながら目が覚めるけど私は泣いていなかった。あの時ひそかさんが私の自殺を止めてくれた時も私は泣いていなかった。ひそかさんは泣いていた。私はいつから泣いていないだろう。夕暮れの時、無性に泣きたくなる子供だった。夕日を見ながらずっと立ち尽くしている。自分が溶けていくような懐かしい場所に誘われるような。射撃一応持ってんだ。
てポイント的には足んねえ。6万6000だもんね。全然足んねえよ。この射撃ミウも使うことになるか。てか射撃どこでスイッチするんだ。持ってるよね。あ、持ってるよね。射撃だけは肌身離さず。ジュグがないとちょっとジュグ使いにはきつすぎる。呪術師としての最低条件、それは呪霊が見えること。俺には見える。これいつ置かれたんだ。古い伝承が書かれた書物。渡来刑事。おお、黒木沢。氷上山に伝わる言葉がある。三山に黒木沢にありし、あるいはこの場所に、ちょ、わかんねえ。ひらがなだけと読みづらい。不思議な言葉。山にあるという黒木沢。それはこの世にあってこの世のものではないということなのだろうか。黒木沢から溢れ出る黄泉。夜のように漆黒の泉。その中は黄泉そのもの。氷上山の巫女たちは古くから黒木沢、つまり現世と院世との境界である水際を守ってきた。この国は各地に黄泉との境界が存在する伝承がある。とすれば各地にある黄泉との境界はこの氷上山の黒木沢を沈める巫女のように境界を守る人々が存在するのではないか。最後のとこしえ花、黒沢王政、その一人だったのかもしれない。黒沢はちょっとよく出てくるよね、このゼロシリーズ。その全部に黒沢が関係してんのかは分かんないけど。深山に黒木沢ありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。喋ってくれた。こっからか。もう雨だからな。てかさ、雨の中なんで傘も持たずに行こうとするの。本当に雨降ってんのが分かってんだったら傘くらい持っていけよ。これは誰を追っているんだ。黒沢か。懐かしいな、ここも。最初に来てあの泉へ行くのか。射撃を拾った。ちょっと待って、どれ。あ、これか。飛び降りる女、死を見とる女。飛び降りる女結構何回か出てきてるよね。ちょっと見てよ、多分もう解除できるはずだけど。最後の死に際を。あれ、あ、割れねえや。まだイベント続いてた。めっちゃフラフラしてるけど。おお、出てきた。ちょっと待って、これなんか複数いねえか。いる。お前もか。ちょっと得するか。得したら細使って痛っ。結構食らう。ちょ、待って痛い。ちょっとやばい、なんかもういきなりやばい。ちょ待って、一回いきなりこんなピンチになるとは。お前は消す。狭いんだよな。ちょっと待って、まず消せそうなやつか。やっぱ消していこう。痛い。こういう時にやっぱオスをかけとくべきなんだな。痛い。掴まれるのがマジ最悪なんだけど。
きなりこんなに苦戦するとは。ちょっと待って、回避しとこう。とりあえず左遠く、ちょっと待って、ダブルオートにはなんないのかな。どうだ、溜まってないからな。来い。おー、ちょっと早かった。いや、いける。なったか、フェイタル。どこだ。ちょっとお前は遅くなってる。ちゃんと回避して撃つ。しぶとい。いや、死んだか。見とってやる。500円、よし。一体になれば。お前どっから出てきた。ちょっと待って、お前いきなり出てきたよな。あれ、飛び降りた女かこいつ。違うよな、ニューフェイスだよね。よし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 、いや、めっちゃいったわ。オソオソはマジ使える。得もしておく。これで劇が使えればな、かなりダメージを稼げるんだろうけど。さあ来い。あ、のた打ち回ってんだ。結構点が稼げた。ちょっともう自分がどこにいるのか分かんなくなっちゃった。え、どっち行くんだっけ。ここが泉だから、ここが泉だから逆だ。なんか怒ってんな。万葉か、拾っておこう。これは手に注意。今結構濡れてるからね。ポイントちょっと見ましょう。9万か。何か鍛えられそうだな。出力鍛えたいよね。そうするともう一段階。点を稼ぐだけだったら正直07で粘りまくるのが一番いいんだけど。甘い。2回目はないと信じる。2回連続はだから注意しない。いるし。あれ、敵になってなくね。あ、来た。ちょっと待って、ちょっとお前遅くしておく。あとお前も遅くしておく。で、得しておく。お前も得しておく。あれ、なんだっけ。ちょっとわかんねえ。フェイタルのチャンスがわからんけど、なんか知んないけどできてる。2人いっぺんに入ってくるのがいっちゃいいんだよね。もう一回オソかくとか。めっちゃブルってるし。はい、今当たった。どこだ。なんか2つ反応はあるけど分からん。ちょっと待って、一回。あ、いた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 。掴まれた。倒したか。倒してねえし。なんか倒したんだか倒してないんだか。あれが倒してあんじゃん。まあいいや。
こいつまだ得になってんな。死んだっぽい。最後の一撃。アイテム、ちょ待てなんだこれ、顔だけ浮いてるぞ。消すのか。消えた。は、意味が分からん。行ってきた。ちょっと待って、遅くしたのがあんまよろしくなかったのかな。得にはしておきたいよね。もうフィルムがねえんだけど。これ撃ったら2枚しかねえよ。もう最悪07でやりきるか。もう一発来るでしょ。もう一発来た時にこれだ。いやもうないんだよ。え、なんだこれ、生きてる、死んでる。出力が弱そうだかんな07は。感染。ただ永遠に打てるっていうのがもうめちゃくちゃこまめに打てるからね。溜まったら即打つ。毒、出力を上げてはおきたい。正直ちょっとボスをかけよう。あ、倒したっぽい。こいつなんだそもそも。だしちょっと連戦すぎだな。そう、これを取りたかったんだ俺は。どれ何も見えねえんだけど。あ、書物。みんな死んだ、やっと一人になれた、わしは正しく死ぬ。死ねぬか、これでいい。あのことだけはわしのもの、一人のもの。すべて潰した、見られて取られたものを取り返した。誰も見るものはおぬ、一人で死ねる。それ今までの怨念か。全てのもうちょっとだな。もうちょっとで出力を上げられる。6142枚か。61でいくしかない。どっちだ。もうフィルムが全然ないんですけど、どうするこれ。で、じゃあどっちだこれ。こっちか。フィルム、これフィルムだった気がする。甘いで、2回目は大丈夫。よし、24枚。ちょっとまだでも、一応の24枚は不安があるからな。で、こっちか。てか、最初から向かってるけどさ、どこへ向かってんの俺。ケーブルカーとか、縁の森来て、え、またあそこ通過すんの。花嫁。解除できん。逆側に。これでさ、あ、全然足らなかった。あと4000くらい必要か。あっち行けないんだよね。ここを行かないと。ちょっとユーリちゃん長そうだな。てか13ていうか最後か、最後の章は長そう。あ、アイテムとかどうする。なんかあんまり取りたくないんだけど、いっそのことこのまま通過していきたい。スルーして全てを。今日2人入れたいんですけど。入ったこれ。首を吊る女。じゃ入ってねえわ。6上遅い。取れた。でも死を見とる巫女。
こいつら出てきそう、そのまんま。ほら、ここだ、2人入ってる。こいつ首つってんな。もう一体どこにいる？遠く。オソって今何秒だっけ？どっちにいる？首吊り女が今日どこにいるか分かんない。で、ロープごと幽霊化してんな。強化レンズもうちょっと鍛えたいよね。そうすると、そうすると劇をもうちょっと連発できればダメージ効率は良くなるからね。遅いから全然来ないんだけど、今のシーン与えておく。先にこいつを倒す。そして見とる。あとはちょっと待って待って、なんでフェイタルになったのかが分かんないけど、よけとこう。行って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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って、首吊りさられてるぞ俺。しかしピンチはチャンス、それを忘れない。遅くしときたい、遅くしときたい。ちょ、劇になったし、カチカチやってできねえ。ちょ待って、倒した。この人が何者なんだか分かんないんだけど、首吊りだらけ。で、ちょっとそこで鍛えよう。出力を鍛えたい。ちょっと出力、これあいつどんだけ強くなるのかよく分かんないよね。ビビたるものだったらちょっと悲しいけど、2位上げてさ、初期と比べてどれだけ上がってんだろう。で、結局こっちに来てんだよな。まあ いや、あのアイテムに釣られるか。回収しよう、フィルムだし。よし、これでまた一音が少し溜まってきたね。てかさ、言ってないとこ結構あるよね。なんかこっちのこと全然言ってないんだけど。アイテムだ、なんだこれか。万葉か、結構使ったからな。今回は長丁場になりそうだ、取っておこう。でもさ、どっちだあれ。ってかさ、これさ、なんで地図消えてんだ、こっちの神社が。
片代神社。龍追門の式。この人は私を、ね、看取りは最初は筆抱きしめることから始め、最後には見るだけで思いを受け取るようになる。人には誰にも言えないことを抱えて死ぬ。看取りによって安らかに水に戻ることができる。秘密も罪も苦しみも全て抱き止める。あなたも見えています。あなたは死に惹かれている。孤独を怖がっている。私が抱きしめます。来て。あそこにアイテムが見える。片代神社行けばいいのか。そうだね、こっちがちょっとアイテム落っこってそうだけど、そんな余裕はない。マジか、誰だ今。神社入れっかな。お前しつこいな本当に。とりあえず遠く、で遅くもしておきたい。ここはちょっと61で乗り切るか。めっちゃ遅くなってるから、なんかよろけがすごいんだけど。これもう遅く消えたな。ちょっと何秒か確認しておこう。それなりになんか短い気がする。2回に1回遅く入れとかないと多分。ここちょっとでも狙う。ここは全然狙えなかったちょっと早かったわ。あのたまりは結構いいからね、レーシー。あ、全然あの鍛えてないけど。来るか。よし、これはいけるはずだ。倒した。これ最後に消える。どこに触れてんだ、柱に触れる。でどれくらい溜まってる。18000か。劇って今どれだけで使えるんだっけ。多分 100% 使うよね。強化レンズの昨日強化じゃなくて強化レンズ。おう、これ違う入れ替えだよ。機能強化にして強化レンズか。オソとかそもそもレベル1じゃん。まだ10秒か。特ちょっと分かんねこれ以上強化できませんって書いてあるから効果が分からん。強化レンズに行けば見れるかな。オソちょっと鍛えては、ちょっと5万貯めたら10秒から15秒、単純に 1.5 倍だもんな。で遮影機、装備変更、強化レンズの特をちょっと分かんねえや何秒とか書いておいてほしいんだけど。これここも抜けなきゃいけないの。なんかだいぶめんどくさいな。しかもこっち体内洞窟行くわけじゃないんだ。見え。でこっち。向こうへ抜けていくのか。とりあえず外へ抜けていこう。まっすぐまっすぐ、ちちちまっすぐ行くとあれだ、あいつがいたところだから。え、こっちか。これで外出て、そうだね、こっちへ向かって3人か。得 !3 得完璧。
冷えてしまった。に遅っ。遅ーい。全員入れる。すげえ、マジで遅い。あ、全身だ。一気に片付けた。触れん。あ、一人ギリギリで触れられた。いや、ちょっと届かないっす。ちょっと61がそろそろまたなくなってくるから、61切れたら14に切り替えるか。使っちゃいましょう。あと4枚でしょ、どうせだから。これ奥行くとどこ行くんだっけ。湯の宮。全然見えねえ、暗すぎる。どこのマジで分かんないんだけど。アイテム、これ普通に万葉っぽいよね。拾おうとしたらさっきあれが出た、影見が出た。影見と拾うボタン同じだから1個ケチってる。え、これ上行くのか。初めてこっから行くの、もしかして。あ、なんかいつももうこっちから来てたもんね。ちょっと待って待って待って、多すぎでしょ。全員遅くするマス、全員その全得で、オフはもう常にかけといていいな。もうそれくらいの勢いだ。ちょっと待って、これさ、もうない。ちょっと待って、やらせません。あ、全員消えた。どうなってる。見とれねえし。まあいいや、固まっててくれたから。隠れの宮だっけ、読み方。察し。ちょ、待って待って待って、今のはちょっと出てくるタイミングがな、全然違うからな。ギリギリで出てこられるとかなりきつい。彼岸船で渡った水の向こう、水上の宮。これさ、最初から水上の宮行くの大変だったな。柱となる巫女がついえるたび、思いを受けきれなかった巫女が倒れるたび、水でつながっている私たちはその巫女の思いも引き受ける。私は多くの死を引き受けてきた。思いであふれそう。死者の最後の感情が渦を巻いている。これ以上は無理。心を使い果たした。今度はこいつ麻生か、麻生博士。生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、そのものの心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。最初のやつやっぱでかいな。こっちこっち。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。
結構元気だな。離さないで、忘れないで。これはマガツキが終わったところか、ちょうど。ここの部屋行けばさ、さっき有利で、こいつ寝てたのかな。この霧はまた何か起きている。ルイは先生行くのですね。探しているものは書斎の奥に。どこの。という感じでちょっと長くなりそうなんで、有利編が終わったので今回はここで終了して、次は北条蓮ですね、やってきます。じゃあ一旦ここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。